第28回オースティン映画祭の受賞映画アンサイレンスドが全米の観客の涙を誘っています。この映画は中国共産党のプロパガンダを暴くために命がけで挑むアメリカ人記者と無垢な学生たちの物語を描いています。この映画は実話に基づいており中国の一流大学の学生 王さんの物語を描いています王さんは真・善人の原則を理念とする精神的な修練法であるファールンゴンを実践しています<是>しかし一夜にして王さんは国家の敵となってしまいます宗教政権がファールンゴンの実践に対し 国を挙げての弾圧運動を開始したのです。中共政権が迫害を強化し、ファールンゴン学習者を誹謗中傷するプロパガンダを大量に流す中、王さんは自分の職業に意義を見出そうともがくアメリカ人記者のダニエルさんと出会います。二人は共にある選択を迫られることになります。キャリアや命さえもかけて真実を伝えるのか、 The government. the government is conducting one of the largest scale propaganda campaigns in history. You just want to wait for it. What are you going to do? Walk into the prison at the Mendocino? The out of China, expose their lies to the world. ラウア衆議会上院議員のデイブ・ローソン氏がこの映画について感想を述べました衝撃を受け驚きました自分は遅れていて何が起こっているのだろうと感じました始まったのは1999年で23年がたった今このことがようやく明らかになりました恥ずかしながらそれ以上のことは知らなかったのです ロサンゼルスでは、ある映画ファンが、涙をこらえるのが大変だったと語ります。中国や他の全体主義体制の下で迫害され、犠牲になっている人たちに伝えたいですが、私たちは彼らのために祈り続けています。別の観客のエドガー・アベンダーノさんは、この映画を見て、中国で起きている人権侵害を知り、悲しくなったと語ります。 この映画は、人々に希望を抱くこと、救いがあること、正しいことのために戦えば、最終的に希望が見えてくるとといいうことも教えていますエドガーさんは、もっと多くの人が勇気を出して、正しいことのために立ち上がることを望んでいると語ります。 正しいことのために自分の家族や子供妻を犠牲にすることを厭わないあの主人公のように自分の中に同じものを見いだしてくれることを心から願っていますそれはとても難しい選択です今のままだんまりを決め込んでいる方がずっと気楽ですそして自分がしていることを続けただ筋書き通りに生きていくのです しかし自分の中にあるその気持ちを見つけて立ち上がり正しいことを行うことは私たち全員がしなければならないことですさらに人々が積極的に声を上げれば変化をもたらすことができると付け加えていますこの映画はニューヨークワシントン DC カリフォルニアをはじめ全米30都市で公開される予定です NTD ジャパンがお伝えしました